ポカリスエットイオンウォータープレゼンツマグマンペの後ほどサウナで皆さん整ってますかサウナ大好き芸人のマグマンペイですえ私ですねもうサウナが大大大好きでございまして あのまあ、芸人のねかたわらあのサウナ施設でも、えー、働かせていただいてましてあのいろんな業務があるんですけどもその中にですね熱波師という、えー、ちょっとねお仕事といいますか、えー、ものがありましてあのサウナ室内のね、えー、サウナストーブの上にこう石が積んであるんですけどもそれにアロマ水をかけて。 発生した蒸気をおお客様にタオルでお届けすもともと、ねえー、ドイツの、えー、サウナプログラムでございましてドイツはですねかなり進んでおりましてタオルをねもうねピザ生地のようにクラクラクラって回したりとかもうかなり先行ってるんですよね。 で僕もそれを動画で見ましてちょっとね熱波師としてこれちょっと頑張ってこのピザ生地のように回せるようになったりとかテクニカルな技を覚えたいと思ってですねえ日々ずっと練習してたんですけどちょうど1年前ぐらいにですね肩を壊しましてあのね左肩がね全然上がんなくなったんですよ。でももう日常生活ににちちちょょっっっっとと支障が出るようになっちゃってちょっとこれ どうしようと思ってあの声体にねちょっとあの行ったんですよねで先生院長先生にあの「どうされました?」と「症状を説明してくれ」と言われたんですけどこれ。 熱波ってどう説明したらいいんやろうと思いまして <laughs> ねまずサウナすらニッチで,でそのサウナの中でもまたこの熱波師っていう職業どう説明しようっていう <laughs> 状況になりましてちょっと恥ずかしながらあの実はあのこの近くにサウナ施設であの働いててあのサウナ室内でこう熱波っていうねアウフグースっていうかタオルでこうお客様に心地よい風をお送りする仕事っていうのがありまして「って知ってる?」って言って。 僕マルシンスパよく行ってるんですえーってなってマルシンスパの常連さんだったんですよね院長先生がで僕働いてるんですって言うとあのもう今すぐ見ましょうこれはちょっとあのチェックしないと駄目ですってそっからあの精密検査というかもういろいろチェックしてもらってあのレントゲンも撮ってそしたら院長先生がですね「ン平さんこれちょっと特殊な病気です」と言われましたこの筋肉の炎症を焼き鳥屋の職人しかならない病気です。 <laughs> で要は、うちを焼き鳥屋さんこう、炭を火を起こす内輪を合うじゃないですか、でこの内輪のこの横の動き、これ,をこれしか使わない筋肉があるらしいんですよで、その炎症らしくて、だからその野球選手のピッチャーのようにこう野球肩、野球型があるように、この熱波型って存在したんだと思って、僕、だからタオル触れなくなるこの型を持っちゃったんですよね。めめちちちゃゃ落ち込んで あのこのラジオの、ね、ゲストにも来ていただきましたあのサウナ大使をやられている田中克樹先生克樹さんにすぐ電話して「克樹さん僕アウフグース触れない一生タオル触れないかもしれないです熱波型やっちゃいましたどうしたらいいですか?」って相談したら「お前芸人なのにどこで悩んどんねん」っつって「お前芸人としての悩みじゃなくてお前熱波師としての悩みやないか」っつって、ね、言われまして。 えちょっとね身を引き締めた思いでございますけども今後もねえちょっとね熱波そしてえ芸人としても頑張っていきたい所存でございます今週もよろししくお願いしますさてえこの番組はままるるサウナの話題に特化した番組です今週は「桃色クローバー Z」をはじめとしたさまざまなアーティストへの楽曲提供を行いタレントとしても活躍されておりますヒャダインさんをゲストにお迎えしお送りいたします。いやー にもこの私マグマンペイのラジオにヒャダインさんが来ていただけるとはいやもうね感無量でございますもうね、えー、ヒャダインさんとの熱いサウナトーク満載の放送会になると思いますので皆さん最後までお付き合いくださいマグマンペイの後ほどサウナで 改めましてサウナ大好き芸人のマグマンペイです。それでは早速今週のゲストを紹介しましょう。桃色クローバー Z やさまざまなアーティストの制作に携わるなど多方面で大活躍されておりますヒャダインさんです。どうぞよろしくお願いします。ヘアダインです。よろしくお願いします。いやー、はい、もう本当にお忙しい中いやいやいや、えー、いいそうでもないです。大丈夫です。ありがとうございます。あのー、実はね今回あのーはい、まあ あの僕の方からね実は LINE であの直接もしよければあのご出演いただけないでしょうかとちょっとお願いのね LINE をさして,あのさせていただいたんですよねそしたらもうすぐ返事が来まして一言「断る理由がありません」ありませんです本当にねもうと。 スタッフさんにも送りましていやそりゃそうですよもうサウナのについて話すだけでしょそんなの仕事のうちに入らないですよ <laughs> <laughs> それはもうもはやサウナですからね。<laughs> いや、もうこれほどありがたいことないです。はい、本当にも,うもはやこれはさ、今もこうね、サウナ室みたいに感じてきます。もんねそうなんですよね。でも、スタジオってこう密閉された空間じゃないですか。はい、で、なんかこう比較的費を多用してますもん、ね。そうですね。ちょっとそのサウナ室見えてきました、ね。そうですよ、ね。私、この前にちょっと時間があったんで、はい、もうサウナ行ってきましたから、ねあ。もう整った状態で。はい、そうですね。あ じゃあもうここいわば食堂のような感じですよね。まあ、そんなあの、まあ、日々。サウナに通ってですね。はい、まあ、サウナを愛する。まあ、ヒャザインさんなんですけども。はい,はい。そもそも、このサウナとの出会い。 っっていいいうのはいつぐらいだったんですか2016年ぐらいだと思うんですけど、はいあのー、音楽エンジニアをやってる方で、はいあのー、一方 SOT っていう SOT、はいはい、っていうそのサウナ集団ですね、はい、やってる巨弱さんって方がいらっしゃるんですけど、はい、彼とはもう随分長い2011年ぐらいの「エビ中の曲」ぐらいから2010ぐらいかなの付き合いなんですけど、はい、彼がいきなり矢田さん真山さん あの「サウナめっちゃいいんで」って言って。 何をまた」って言うんですけど <laughs> その語り口が本当にもう熱かったので、はい、もうあだったらちょっと騙された気持ちで行ってみようかなと思ってそれこそ「産湯はマルシンスパ」でしたねマルシンスパに初めて行ってその入り方ですね、はい、そのリスナーの皆さんもサウナってただ暑くて水風呂はただ冷たくて、うん、拷問のような場所じゃないかと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど「はい、サウナ水風呂外気浴サウナ水風呂外気浴で整った」っていうこの3点がちゃんとあって。 気持ちいいんだよっていうことを、えー、きっちり教えてもらってそこでやっぱその「初整のい」のやっぱ「衝撃たるや」ですねやっぱそのサウナーとしてもいろんなサウナ施設に行くことを楽しみに毎日を行くようになりましたね。 やっぱりこう生活とかもこうサウナに出会う前と出会ったあとだとちょっとこう変化とかありましたかありますねまずポジティブになる考えがまとまる、はい、そして一人で飯を食うところができる、うん、え時間を潰せるところができる。 うん、孤独を忘れるることがもうねいろいろねもうポジティブなことだらけですけんですよでもこの一人でご飯を食べるって、ええ、結構こうなんだろう例えばまあ,あファーストフード行ったりとか、ええ、まあ定食屋さん、ね、あの駅の近くとかいっぱいありますけどす、ね、サウナ施設で食べるこの一人飯っていうのも、ええ、なんかこう他の店とは違った温かみってありますよね。ありますねやっぱり何ですかね。 もともとねそのお一人様用に作られてますしねあまあまあサウナ施設の飯っていうのは、うん、特に夜ですね、うん、夜はあのご飯を一人で食べていたら他の騒がしい集団だったりとか、はい あれあの人一人で食べてるんだって思われてないけど思われてるような気になっちゃうっていうのがあるんですがもうサウナに行ったらみんなね同じ館内着 <laughs> 同ぎじ館内着ぎでもう髪の毛も,もう濡れそぼって <laughs> もう何だったらもうちょっと暑くて腹も出してる人なんだっていう,そ,う、ね、そんなもんでみんなはだし,裸し世の中にありますはだし,しではだしで飯裸で飯を食える場所そうもう髪ぼさぼさで<ー>そんな場所あります。家以外ない いや、あるんですよ。それがサウナなんですよね。なんですね。そういったところでも、サウナ、それで側面でも好きになりましたね。なるほど。ちなみに、こう、例えば、サウナにはまられて、全国の、まあ、サウナ施設、まあ、いろんなサウナありますけど。も結構、こう、回られる、多分、サタビに出かけられたと思うんですけど。いや、最近、面白かったのはですね。ええ、去る七月の七日にですね。私、あの、宝塚、今、楽曲提供させていただいている。 ので宝塚大劇場に行ってきてでついでにあの神戸の名店に行こうということで,あのでも僕土地が全くなかったので神戸の三宮とあの宝塚ってめちゃくちゃゃく遠いんですすよよねね結構離れてま車で30分から40分くらいかかるんですけどそこでまあ4月の7日なんでつってあの七夕楼流がある。 っていう、看板があって、<ー>なんだ七夕ロウリュはと思って。はい、そうなんですよ。これで、で、七夕ロウリの時間になったら、まあ、そもそもその関西のサウナっていうのは、サウナパンツ。の文化もあるんですが、すね、まあ、つけてもつけなくてもいい、うんえー、あの、パンツですね。はい。ええ、は全員に、えー。 浪流の時間になったら配られて、うん、でおもむらにみんな吐き出してサウナロ流リュの時間はもうサウナ室がもう満杯ですよ、えー、僕もね辛くも入れたんですけど、はい、辛くも入れて待っていると、はい、支配人のおじさんがスーツで来まして、はい、じゃあ本日は七夕ローリューということで受付担当の何々ちゃん えー、マッサージ担当のなになにちゃん、えー、レストラン担当のなになにちゃん今日はこれが3人で選抜で来てくれましたっつって浴衣を着た、えー、その他の業務にいつもついてる女の子たちのロールをしてくれるサービスなんですよね。えー 浴衣を着てあんなサウナ室で暑いのに、はい、そういう方来てでうちを仰ぐんですけどまあまあそうですよ普段はね<う>受付をやられてる女性の方ですから全然風来ないんですけど、はい、もう関西の神戸のおじさんたち頑張れ頑張れっつって。 汗だくのが応援すっ汗だかのねサウナパンツ一枚の彦星しがそうなんですよ織姫をね応援するんですよでもその支配人もやっぱパワハラとかもやっぱりすごく気にする時代なのでちょっとでもその体調が崩したらもう問題になるからちょっとやってはすぐに休憩させてちょっとやってはすぐに休憩させて限界だそうですねですぐに終わる結構もうすぐに終わったんですよね みんなまあ満足してたんですけどうん、うん、支配人はやっぱりその女の子たちの弱,弱風にお客さんたちが納得してないんじゃないかっていう気持ちが多かったみたいで、はい、スーツを着た支配人が「すいません風邪弱かったですよね今から私やりますんで」っつってスーツを着たおじさんが残ったおじさんをものすごい風量で仰ぐっていう、まあ、僕も仰いでもらったんですけど、はい、初めてですねスーツを着た熱波師に仰がれるっていう経験が。<laughs> なんか さっきまですごくこういい感じだったのに急にスーツ姿のおじさんに強風で強風、うん、で仰がれるっていう <laughs> とても愛らしいわあでもいいですね楽しかったですねわあ素敵だなえそういう旅にも出ましたね、うん、ごめんなさいねちょっと長くなってました、ね、いや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 まあねそれ行ってみたかったなっそのご当地にいったいろいろなやっぱ企画があるんだななんて思いましたね、うん、そうですねまあこれはあの好みでですからね、ええ、またあのいろんなねあの楽しみ方しる、ね、あると思う。 見ますね、ぜひいろんなね企画のロウリューとかもね楽しんで頂ければ、えー、ねロウリューとアフグですねちょっとねごっちゃになってますけど、はい、まあそこら辺は多めに茹、ね、いいですよ、ね、てく感じでお願いいたします。改めましてサウナ大好き芸人のマグマンペイです。今週は ミュージシャンサウナヒャダインさんをお迎えしお送りしておりますヒャダインさん引き続きよろしくお願いしますお願いしますそれではここからはレギュラーコーナーに参りますポカリスエットイオンウォータープレゼンツみんなのサウナーよ<っ>このコーナーでですねサウナあるあるやんこんなサウナがあった私だけのサウナの楽しみ方など皆さんのサウナにまつわるエピソードを自由に募集しております、はい えー、今週も、えー、たくさんご応募いただきましたありがとうございます素晴らしい、はいえー、では、えー、紹介させていただきますラジオネームナチョミさんから、えー、先日夫とキャンプへ行ってきたのですが帰りの車内でこのまま寄り道してサウナに行ってから帰ろうそんな話をしながら帰路についておりましたしかし渋滞に巻き込まれサウナ行きを断念、うん、若干の苛立ちを感じてきた頃に、うん そういえばサウナのラジオがあるじゃないと<ー>いと思出しサウナに行けない代わりに後ほどサウナでを聞きながら帰りましたその日はちょうどテントサウナのお話の回で川辺のキャンプに行ってきたばかりの私たちはキャンプの楽しい思い出と重ね「あ,あそこにテントサウナがあったら最高だなロウリュのじわって音がしみるよね」などと話してるうちにいつの間にか2人で 整っていましたもうその息に出しちゃいましたか <laughs> 渋滞中のモヤモヤもすべて突破れてニヤニヤしながら帰ることができました本当に感謝しかないですありがとうございましたいやもう電波じゃなくて熱波を送ってたわけですいや本当にもうねナチョミさんこちらこそありがとうございましたしこんな嬉しいお便りないですね。ねですね本当に 電波に乗せて電波パを送れるんですね。いやー嬉しいですね,ね。そっかならもうどんどんねいろんなねえサウナ話していかなきゃいけないですね,すね。この耳から整うっていうのがね,あのうね実現できたっていうのは非常に嬉しいですね。やっぱりそのねさい、えー、ねあのドラマサドとかも見てても、はい、あれも見てると整えますもんね。めちゃくちゃ整いますね。わ、えー、かります、うん。もう一つぐらいこれ、えー、いきますか、えー。ラジオネーム魚肉ソーセージさん 水風呂で後頭部まで冷やしていたら勢いよく入ってきたおじさんの大波くらって耳に水入りがち。あそうですね まあ結構こう後頭部がっつり冷やしてるタイプか。そうなんですよね。うん、なかなか難しいですよね。この銭湯やこのサウナ施設は、えー、頭まで使っていいのか否かっていうのね。そうですね、えー。いい場所ありますからね。あの意外とローカルルールが結構銭湯のサウナだと多いですかね。そうなんですよ。うん、で実際サウナ施設とかでもオッケーなのか NG なのか明記してないところもあったりとかするので、はい、ええー、でも僕的にはその大概深い深い水風呂は 行っちゃっていいんじゃないかなと思ってるんですけどね。そのための深さだろうと思ってるんですけど。そうですね。先ほど私アステル行ってきたんです。アステルとかはね、ちょっとねやっぱ浅いんで、浅いところはちょっとそれは水質がね悪くなるからやめていた方がいいかなと思うんですけどね。ラクワとかは深いんでいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。ここに関してはね、もこのテーマだけで1時間僕喋れるんですけど。そうですね。あのまあ言うてもあの法律ではないですから。そうですね。あのまあ皆さんがこ 心地よくなるこのまあマナーというかね、ええ、もう本当に嫌がることはあのやめましょうぐらいでいいと思うんですよ。うんうん、もう小学生ぐらいのね、もうだから誰もいなかったらバシャーンってやっても僕はいいんじゃないかなと,いいと思います、はい、僕もね、そう思いますね。もうそこはもう気持ちいいをあのファーストで考えていきましょう。う気持ちいいファーストにしましょう。うん、<laughs> ね、そんな気がします。はい、はいえー。ツイッターネ、はいえームサウナこたろうさんから。 えー、サウナでばったり友人に会っていやー偶然偶然と言い合いたいわかるわあ<ら>これ今一番言いたいワードじゃないですかそう,そうですか私なんなら2時間前これ言いましたよあ今日そうあ先ほどね私、はい、アスティルっていうその言ってましたね新橋のサウナに行ったんですけど、はい、あのー、17時からあのハッピーアワーなんですよねあハッピーアワーで安くなるんで,で、ねはい、17時あの行列ができてて、うん、僕も並んでたら 三つ後ろに有名なサウナの、うん、あの濡れずきんちゃんがいらっしゃいまして。あ濡れずきんちゃんだと思って。あ,あ濡れずきんちゃんっつって。あ,あキャドネさんじゃないですか。偶然です。もう言ってたんですよええ、偶然偶然でしたよ本当。で面白いのがそれで。はい、であ後ほどサウナ室でって言ったんですよね。えこれちょっと番組名じゃないですか。すげえ。な後ほどサウナ室でっつって。 そっちも浸透してんですか。いや、全然、あ、してない。ええ。たまたま。たまたまです。たまたま。やっぱ言うんですよね。あの、サウナあるあるだと思うんですけど、あの。ばったり会ったりとか、友達とか行ったとしても、同じ行動は取らないんで。そうなんですよね。なんで、後ほどサウナ室で会えればいいねぐらいの挨拶。なんでお別れの挨拶もせず、私帰ってきたんで。うん。うん。うん。でも、そんなもんですよ。そんなもんなんですよ。なんか、うん。いるね、いるねぐらいの感じで。偶然、偶然っていう。 言っちゃいましたね。いいなあ、俺も言いたいなあ。いや、もう、いっていきましょう、そうか本当に。ね、また、あの、どこかのサウナで会いましょう、なんていうね。ええ、別れ際のね,ね。言葉もありますから、ね。また、どっかのサウナで、つって。うんね、いいですね、うん。ありがとうございます。はい、はい。ちなみに、えー、ヒャダインさんが思う、こう、サウナあるあるとかって。なんか、ありますか。なん、はい、でしょうね。うん、あのー。 サウナ感が違う人とは一緒に行きたくないなと最近は思うようになりましたけどね。<laughs> ええ、恋愛感が違う人とはこう。そうですね。一緒になれない。やっぱさ、サウナ感っていろいろあっていいと思うんですよ。多様性ダイバーシティだと思ってるので。全然いいんですけど。まあねうん、やっぱその。水風呂が冷たければ冷たいほどいいっていう方もやっぱいらっしゃるわけで。あ水温後のこう市場主義というか。そうですね。はいはい、っていう方々にとってはやっぱり。 あの本当シングル要するに、えー、水温が本当一桁のところとかがいいと思うんですけど、うん、僕のやっぱ十四号ぐらいがちょうどいいんですよね。ああ十四号ですね。じゃ冷たすぎず、そうですね、まあ寝るすぎずぐらいちょっと冷えてるぐらいですかね。えー、ですねなんでサウナ館と一緒がいいなと思いつつ。 えそうですね、ほかサウナあるある、やっぱ海外行ってもサウナ探しがちっていうのは、やっぱり<ー>サウナあるあるなんじゃないかなと日本にとどまらず、もう海外でももう、そうですね、サウナ探してますか香港に去年行ったときに、はい、香港のサウナも行ったんですが、<ー>水風呂が11度、12度ぐらいなんですが、水風呂の場所がすごくて、なんとサウナ室の中にあるんですよね。へー サウナ室の中なんでもう汗流しという考え方もないです<ー>もうサウナ室の中にあて汗かいたそのまま直行するっていう。でで<ー><の>でも度度なんですか11度なんんすす<ー>ということはどんなチラ扱ってんだよってすごいっすね、えー、でその中国の健康茶飲み放題なんですけど、はい、もうすごい。 あのー、人を選ぶ味ちょっと癖のある癖のあるなんですけど、えー、海外でもやっぱ行っちゃいますね<ー>でみんなで共有しますねあそうですかそう僕がニューヨークで見つけたサウナとかも結構皆さんに共有していただいて,て、えー、すごいんですよあの水風呂の深さが1 8 0ンチぐらいもっとかな2メートルぐらいあるんですよね下手したらもうユラックスより全然深い,いますねすげそうなんですよもう すごいロシニューヨークだけロシアサウナなんですけどちなみに、まあ、日本だけじゃなくこの世界のサウナいろいろ回られてる平ザイさんの中で、うん、例えば、うん、もうこのテーマ言うともう終わんないかもしれないですけど。 理想ののサウナっていうのがですねちょっと聞けたらなと思うんですけど理想のサウナは日によりますって <laughs> 日によるからいろんな施設があるんですってっやっぱ今日の気分はこれだなとか今日の気分はあれだなっていうのはやっぱあるんでうん、うん、そういう意味だとっやっぱりこの日本のサウナってめちゃめちゃいろんな種類のサウナじゃなんですか 理想のサウナーというか、最低限はやっぱ、その水風呂があるっていうのは重要ですよね。やっぱりないところもありますし、うんうん、まあ、実際、その本国フィンランドで、水風呂がなかったりもしますからね。はい、そまあ、その代わり、海だったりとか、湖だったり、に飛び込んだりするんですけど。うんうん、なんですが、まあ、なくても、別にいいやという考え。の人もいいけど、僕はやっぱり、ちょっと、キュッと冷やしたい派ですね。やっぱりね。<ー>なんで、水風呂は。いい水質で。なんかね。ラインいただきましたけど、その北陸にめちゃくちゃ。 いい水質のですよ。あのあるこ,この番組であのーええ、まあ月1回施設田んぼロケみたいな感じでサウナ室に、ええ、サウナ施設にですね行かしていただくんですけど、ええ、北陸にですねめちゃくちゃいいサウナがありましてその名もスパーアルプスっていう、ええ、もう名前からいいでしょ。直球ですね北欧と同じぐらいの直球ですよね。ド直球です。ええ めちゃくちゃいいんですよ。でまあアルプスのもうその名の通りアルプスの名水天然水を使っている水風呂でございます敷地と同じスタイルですよねゆかは。では敷地さんもねもう僕も大好きですしもう何回も行かせていただいてものすごく静岡県の聖地と言われてるとこですね名店っていうのはもう重分承知なんですけどもアルプスも負けてないです。これちちょっっとゃうかな 私先日お腹が減りましてね10時ぐらいに今日昼飯どこにしようかと思ったんですよ急に式地の味噌汁が飲みたくなりましてちょっと待ってそうだ式地に行こうと昼飯どこで食べようかなと思って静岡の式地思い浮かんなんですか思い浮かんなんですよ距離距離と思うじゃないですかちょうどねんか運が良かったんですね私ね時間の乗り換えの光がうまいこと止まる感じ新横の次に 静岡に泊まる時間だったんでうん、うん、なんで一時間十五分ぐらいで行けたのでまあまあお金はねバカみたいにかかりますけど <laughs> けどねやっぱね納得の味と納得のサウナだったんですよね飯もうまいですもんねでそのスパーループスはご飯はどうなんですかめちゃくちゃうまいですなんとでねもう食堂がすごくて<い>食堂専用の職人を雇ってんですよ料理長なーにー板さんがいるんですよ何人もしかもメニュー開発もしてるんです だって北陸なんてなんかほっといてもご飯美味しいじゃないですかおが高いヒャさんひらまさのお作りございますあららららありがとうございますうわもう整っちゃいますよこれ聞いたらそんなサウナ施設ありますひらまさのお作りサウナ終わりに食堂でひらまさのお作り食えるんですよやばいそうなんですよ。しかもあのカウンターがあってカウンターねでそこで焼き鳥焼いてるんですよ焼き鳥の釜もあるんですよちょすごくないですかとそれはなかなかですねはい ユーラシアとかね中にねそのお寿司のカウンターとかあったりとかしましたけど超えましたねあちょっともうその時点でちょっと行きたいでしょう行きたいですですお腹減ってきましたもんその三人の板さんのうち一人が途中で、うん あの老流でアウフグスしてくれる。るなんとハイブリッド。そう、板さんが多いですよ。ハイブリッド。あ、ゲート。最近マルチタスクですね。施設のね、まあ、あの従業員もね、えー、そんなにあのー。たくさんはいない。んで結構掛け持ちなんですよね。はいはいはい、はいうんなんで。さっきまで刺身切ってた、おっちゃんがあのタオル持って現れるっていう。そんなサービスもありますけど。まあ、最終地点は。 あのー、ご提供するのは喜びっていうところが一緒ですからね。おっしゃる一緒のゴールですから、はい。やっぱやってること一緒なのかもしれないですね、はい、これはガぜん行きたくなっちゃいましたね。ぜひちょっと一度その名水と名水に育まれたこの食をですね、ええ、ちょっと楽しんでいただければと思います。そうなんですよね。はい、サウナって結果ね水水質っていうのはもう我々は気にしちゃうんですよね。やっぱ水がいいところは。 ご飯もやっぱ美味しいですよね。そうなんですよ。ご飯の白米とか味噌汁がやっぱ美味しくなるんですよね。あとあのねリスナーの方であんまりその水風呂に詳しくない方は、えー、信じられないかもしれないんですが、はい、我々はあの水風呂をあのー、なの水の水質を肌で感じることができるんですよね。これ多分あのサウナ、えー、あそんなにね行ってない方は、えー、おいおいとそんな嘘つけと、えー、ついに頭どう かしてきたのか、はい、と、この二人スピってんなとそう。やっぱスピってんなと思うと思,うんですよ思われるとか、さらにでも、僕もそうでしたから。え、ね、重々承知です。うん、承知の上言ってるんですけど。はい、あの、それこそね、その、サウナの濡れずきんじゃが言ってたんですけど、はい、水質は。下よりも、あの裸で感じる方がわかるっていう。はいはい、そうです。で、その敷地の水風呂のその天然水も。入ってて、何のストレスもないんですよね。はい、あ、ね。本。 本当に肌が喜んでるのかわかるんですよねスルスルスルと入れるぞなんだこれ、うん、っていう風になるんですよねなんならこう耳をすませば全身の毛穴がごくごくとこの水を飲んでる音も聞こえてくるんじゃないかぐらい、ええ、それぐらいのこう感覚、うん、熊本のユラックスとかもそうでしたね,、うん、ねやっぱ綺麗な水を使ってるとごくごく飲んでる全身の毛穴から。<laughs> スパーアルプスでも同じ現象がもちろんでございますしかも天井から流れてくるこの水が 循環水ではなく浸水でございます。ああ、もうかけ流し？はい。天然水が滝のように落ちてきております。ありがとうございます。うわ、もう未来の未来の世界。 語り継がれるやつなですか昔はねこういう水をジャブジャブ使ってたんだよって水のなき地球で何千年後か何百年後か分かんないですけどね水のなき地球でサウナ施設でね水がジャブジャブ使ってたんだよっていうぐらいのもうぜいの限りじゃないですかいやいやもう話は尽きないですけどもちょっとね申し訳ないですがお時間が来ちゃいましたけど今後もサウナを始め ですねまあ、お仕事の方もお忙しい日々が続かれると思いますけども、はい、まあ今後の予定ございましたらお聞かせくださいなんか楽しく元気にやっておりますのでよかったら <laughs> サウナにいたらあの全然声かけていただいても大丈夫なんであ大丈夫なんですか、はい、もちろんです、もちろんですそれは嬉しいですね、ええ、全然あよく来られるんですかとかそういう話しましょう同じ,同じサウナーですもんもうサウナに悪い人はいないというフィンランドのことわざもありますからね。はい ないですけどねないんですかないです今作ったんですかないです今僕もうんって言いそうになるなぜならフィンランドサウナじゃない人いないですから。そうですそうですあとでもサウあのサウナ愛好家の方でお声掛けをするタイミング結構わきまえていらっしゃる方多いじゃないですか紳士です紳士な方はねあの整っている時とか絶対声かけてこないじゃないですかあれすごいですよね素晴らしい優しさ整いを邪魔されたくないって気持ちは万国共通なんですかねうん でよろししくお願いいたします,、はい、あますではあのそろそろお別れの時間になってしまいましたけども、はい、最後にあのちょっとねもうこんなこと聞くのも、はい、これだけサウナの話していただいてこんなこと聞くのももう愚問ですけども、はいえー、ヒャダインさんにとって、はい、サウナとは何でしょうか まあ自分をリセットする場所じゃないですかねやっぱりね、うん、もうねもう十分でございますもう,、はい、もう何回僕はこの会話中にリセットされたかわかんないですもう整ってや,ん、ね、やっぱサウンドでいいもんですね,ね、えー、ヒャダインさんの最新情報などは、えー、ヒャダインさんのツイッターやホームページなどで、はいえー、確認してくださいということでいろいろとたくさんのお話をいただきました、えー、ということで今週のゲストはヒャダインさんでしたありがとうございましたありがとうございました ママグマンペイの後ほどサウナでお送りしてきました「マグマンペイの後ほどサウナで」。 今週はミュージシャンサウナのヒャダインさんをゲストにお迎えしお送りしましたが皆さんいかがでしたでしょうかねえもうめちゃめちゃもう楽しくてもう一人でケラケラ笑ってましたけどね。中でもあの神戸サウナスパの <laughs> 七夕老流あれよかったっす、ね、もう何、ねののね <laughs> か,ね、かこう全国のサウナ施設でねまあ,あの本当にあの何が悪い何がいいは関係なくですねなんか今本当に過渡期だと思僕は思ってますんでなんかこういろんなあのイベントがあ,ある。 うん、そしてそこに足を運んで何かこういろんな選択肢があるっていうのはこう、うん、日本人のこう何か良さでもあり、うん、面白さの一つなのかなと思っておりますのでぜひね皆さんなんか面白い情報あったらですねお便りもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします、えー、メールの宛先はすべて小文字でサウナアットマーク MRO.CO.JP すべて小文字で SAUNA アットマーク MRO.CO.JP です また番組ツイッターでもエピソードをお待ちしております。ぜひハッシュタグ後ほどサウナででつぶやいてください。また番組は YouTube でも聞くことができます。YouTube でマグマンペイの後ほどサウナでと検索してください。いやー絶対に今日はサウナ行こう。ということでお相手はサウナ大好き芸人マグマンペイでした。それでは後ほどサウナで。